2015年には最多奪三振を獲得した。一方で2年連続で最多四球を記録するなど制球に苦しみ、2017年以降は登板数が減少。昨季は自己最少となる1登板にとどまった。まだ25歳と若く、ここから巻き返しを狙いたい。中田健一投手37歳、中日で9年、ソフトバンクで6年プレーし、通算100勝。今オフにソフトバンクからトレードで加入した。昨季は1軍の先発ローテーションに割って入れず1先発に終わったが、ウエスタンでは21登板で6勝3敗、防御率 3.02 で最優秀防御率、勝率第1位の2冠に輝いた。新天地では先発ローテーション入りが期待される。桑原健太郎投手34歳、横浜、オリックスを経て2014年オフに阪神に加入。2017年に67登板で4勝2敗39ホールド、防御率 1.51 の大活躍で最優秀中継ぎ投手に輝くと、2018年も62試合で5勝3敗32ホールド、防御率 2.68 とブルペンを支えた。しかし昨季は故障の影響で7登板。今季は復活してジョンソン、ドリスの穴を埋めたい。秋山拓巳投手28歳、2017年に25先発で12勝6敗、防御率 2.99 とブレークしたが、2018年は5勝にとどまり、オフに右膝のクリーニング術を受けた。昨季は10先発で4勝3敗、防御率 4.26 と本調子には戻らず、今季が勝負の年に。2017年にマークした159回13で123奪三振、16四球の制球力が戻れば、先発ローテーションに食い込めるだろう。上本裕樹内野手33歳、2014年に2塁のレギュラーに定着して打率276、20盗塁と活躍すると、2017年には打率284、出塁率366と打撃成績を上げた。しかしオフに右足関節の鏡しべた術を受けると、2018年は左膝も故障して20試合の出場。昨季は62試合で自己最低の打率192に終わった。今季は糸原、木浪、北条ら若手とポジションを争う。フルカウント編集部。